こんにちは。今回はガソリンは税金の塊財務省の疑問について解説しますコロナで落ち込んでいたガソリンの需要が一気に急増したことからガソリン価格が高騰しています欧米各国が積極財政に転じたとこでインフレに転じています一方で日本は不景気のままで物価上昇に 国民の所得が追いついていません。ガソリン高騰は、輸送費の上昇につながり、不況下の物価上昇、スタグフレーションをさらに悪化させています。しかし、政府は、半端な対応にとどまっています。ガソリンと軽油は、本体価格とガソリン税などの合計に、消費税率をかけています。要するに、税金に消費税をかけて、二重課税を行っているのです。 空気に税金をかけているようなものです。もともとガソリン税は国交省の道路整備専用の財源としての存在でしたが、道路予算を増やすために一時的に暫定税率を増やされたのです。そして財務省が国交省からガソリン税を取り上げた際、暫定税率は廃止すると公言していたのですが、その約束を守らず放置されているのです。 前述のトリガー条項は、この暫定税をガソリン高等時に減税するものでしたが、震災復興を大義名分に財務省により凍結されています。ガソリン税は増税されたまま据え置きですが、一方で道路整備予算は減らされ続けています。ガソリン価格160円を上回ると、暫定税分を減税するのがトリガー条項ですが、 東日本大震災の復興を大義名分に、すでに10年凍結されたままです。トリガー条項を発動すれば、ガソリン価格は、一気に、25円下がります。ガソリンが安くなることにより、消費回復につなげることができるでしょう。日本は、30年近く、物価も賃金も低迷するデフレ不況の中にありました。現在は、賃金は全く上がらない中、 物価が上がり続けるスタグフレーションに突入しています。状況は悪化する一方といえます。まとめです。ガソリン税に消費税をかける二重課税が放置されています。一般財源化すると、暫定増税分を減税すると財務省は言っていましたが、約束を守っていません。不景気にもかかわらず物価が上がる、悪性のインフレが起きています。 それにより、日本経済が崩壊しかねない状況です。トリガー条項凍結の解除により、減税が急務です。概要欄に関連リンクを載せていますので、お時間があればご覧ください。ご視聴ありがとうございました。